こんにちは、三蔵です。今回は大人のいじめの対処法についてお話していきます。さすがにロッカーに閉じ込められることはなくても、同じような手口のいじめは大人になっても続きます。また大人はこそこそやるのがうまいので、10代の頃のあからさまないじめがむしろ可愛らしく思えるかもしれません。大人になるとほとんどの時間を職場で過ごします。最近では共働きが以前よりも増えてきたので、男女関係なく該当するのではないでしょうか。過ごす時間が長い分、必然的に職場のいじめは多いわけです。いじめる彼らは上司にバレないようにこっそり嫌がらせをしてきます。それか上司が部下をいじめるケースだってあります。大人の場合、いじめる側はいじめられる側よりも職位が上であることが多いようです。これまでにも管理職がいじめをしているケースをたくさん見てきました。立場の違いがいじめっ子魂に火をつけるようなのです。きっと目下の人が何もできないほど無力だと思っているのでしょう。自分がいじめに遭っていることに気づかない大人も多くいます。そう、冗談交じりの嫌味のようないじめは人によっては全く気がつきません。どんなことがいじめなのかというと、例を挙げればキリがありませんね。例えばしかとすることです。仕事の助けを求めても要請に応えない、電話やメールなどの連絡に反応しない、話している横から強引に割り込まれることもあります。他には仕事を台無しにすることです。あなたのアイデアやプロジェクトを妨害したり、褒められるべきところを否定したり、手柄を横取りしたり、あなたのアイデアを合理的に認めないことも挙げられます。自身にそんなことが起きたことがなくても、これらに近いことを周りで目の当たりしたことはありませんか？これが大人のいじめです。私はそんな大人のいじめを撲滅したいと心から思っています。これからお話しする大人のいじめの対処法を知ってもらうことで、より多くの人に穏やかな生活を送ってほしいと願っています。では早速いきましょう。大人がいじめる原因。大人のいじめが起こる原因は子どもと同じです。いじめっ子は自分の欠点を隠すためにいじめという行為に出るのです。いじめられっ子側にも問題があると指摘する専門家もいますが、世界的有名な臨床心理士のジャニス・ハーモンさんは問題などないと言います。私の経験上、すべてのいじめっ子は心の中に深刻な不安を抱えています。そのほとんどがこれまで不当な扱いを受けたか、何らかの原因で無力感を味わった人たちです。自尊心を取り戻す手っ取り早い方法が、自分より弱そうな人を見つけて自分の力を確認するというやり方なのです。もしあなたがいじめを受けている場合、今お伝えしたような動機を知っておくことが大切です。それから対策を考えましょう。いじめの対処法1、事実を確認する。いじめの対処法は大きく4つあります。まず最初に確認すべきは、あなた自身は何も悪いことをしていないという事実です。それどころか、あなたは正しいことをしているはずです。なぜなら、いじめる側は自分に足りないものをあなたが持っているために、あなたを抑え込もうとしているのです。例えば次のようなことが原因で、いじめっ子たちはあなたに嫉妬しているのかもしれません。いじめっ子は職場の同僚から信頼されていないけれど、あなたはとても信頼されている。あなたの家族や日常生活に嫉妬している。あなたのような人間関係を築けていない。あなたの能力を脅威に感じている。あなたが成長しているのが気に食わない。以上お話したように、まずはなぜその人はいじめをするのか理解をすることが、正しく対処していく上では大事になっていきます。いじめの対処法2、被害者の不利をやめる。いじめの対処法の2つ目は被害者の不利をやめることです。昔ながらの方法なので、少し懐疑的な方もいるかもしれませんが、効果があることが分かっています。いじめっ子があなたを狙うのは、あなたが
弱そうだからです。なぜいじめをするのかというところから考えるべきですが、おそらく何らかの原因によっていじめを行い、いじめることで優位に立ちたいからです。いじめっ子は背が低い、太っている不細工な相手を狙います。彼らは自分が最もコンプレックスを持っている部分で、似ている相手なら標的にできると考えるのです。逆に人気のあるかっこいい相手を狙ういじめっ子もいます。そうすることで自分の権力を高く見せて、誰からもいじめられないようにしようという目的があるのでしょう。いじめっ子は権力闘争に屈服する相手を探しています。いじめっ子の行為や言葉を受けても自分には無関係であるという意思表示ができれば、相手はひるんで何もしなくなるでしょう。例えばこんな感じです。自分のことを笑われたら一緒に笑う。皮肉やお世辞を言われたら感謝する。失礼なことを言われたら聞こえないふりをする。過去のミスやアクシデントを何度も蒸し返されるならもう気にしてはいないという。たとえ恥ずかしい失敗をしても冷静を保つ。彼らにつけ入る隙を見せないように被害者のふりをやめれば、いじめっ子が攻撃を仕掛けてくるたびにあなたではなく相手が恥ずかしい思いをします。いじめっ子があからさまに攻撃的な場合ほど対応は簡単。心の中で彼らにいじめっ子のレッテルを貼り、意識して彼らの誘惑を避けましょう。攻撃的な人間ほど怠け者が多いもの。そのうちあなたへの興味を失い、もっと楽にいじめられる相手を求めて去っていくはずです。いじめの対処法3、立場を明確にする。いじめの対処法の3つ目は立場を明確にすることです。いじめを避ける努力をしても相手が攻撃をやめないなら反撃が必要になるでしょう。もちろん物理的な反撃ではなく言葉による反撃です。いじめっ子にとって彼らが発した悪口を一生に伏す人間よりも反撃に出る人間の方が脅威なのです。世界的に有名である臨床経験が豊富な結婚家族セラピストのロジャー・ジル氏によると、その最良の方法は行動を指摘することだと言います。暴力によるいじめではなくエスカレートする可能性が低い場合、その行動がいじめであると指摘することが反撃の第一歩になります。挑発しないように気をつけながら動機を問い、そんなことをしても相手のためにならないと伝えましょう。そうすることで必要であれば反撃も辞さない姿勢を保ちながら相手を守勢に回らせることができます。ほとんどのいじめっ子が抵抗のサインを見るや否や引き下がるでしょう。それだけ抵抗は効果を発揮します。いじめの対処法4、強力な助っ人に相談。いじめの対処法4つ目は強力な助っ人に相談することです。一人の努力だけではどうにもならないこともあります。手に負えないと思ったらもっと強力な武器を導入しましょう。何よりも大切なのはあなたの安全です。事態が危険なレベルに至る前にこの程度で助けを求めちゃいけないというプライドは捨ててください。身体的脅威には警察の助けを借りるべきです。危険ないじめっ子に危害を受けるリスクを減らすためには法的な介入が必要になることだってあるのです。これは職場でのいじめでも同様です。有害な職場環境を我慢する必要はありません。ですからそれぞれの状況に特化した専門家に相談しましょう。少しは我慢することも重要かもしれませんが、限られたこの人生の中でずっと我慢して時間を消費することは一個人としてはあまりお勧めしたいことではありません。もう上司や友人に相談しても解決できそうにないと判断した場合は、ぜひ公的機関を活用することも検討してはいかがでしょうか。はい、以上今回は大人のいじめの対処法についてお話ししました。もしこちらをご覧の中でこんないじめの対処法があったなど気づきがあったら、ぜひコメントいただけると他の視聴者様の参考になるので嬉しいです。これからも人生がより穏やかになる方法をできる限り短く分かりやすく話していこうと思います。少しでもより役に立つ情報が知りたいという方はぜひチャンネル登録と評価をお願いします。
それではまた次の動画でお会いしましょう。